こんにちは、マイロユークリューです。今日は CA の制服についてお話ししたいと思います。今までね、CA 系に関する動画結構作ってきたんですけど、よく考えたら制服についてはまだ全然お話ししてなかったなと思ったので、まあ今日はですね、制服に関するお話ししていこうと思います。で、なんかどんなネタがあるかなって考えてたんですけど、制服ネタって結構あるなと思って、今日はですね、まず僕が今働いている会社の制服事情のところをお話ししようと思います。で、また別のビデオでですね、まあ誰も気にならないと思うんですけど、まあ個人的に僕がかっこいいなとかおしゃれやなと思った制服を女性バージョンと男性バージョンで、またそれもね別々にビデオを作ろうと思ってます。なのでこれ制服ネタ3部作になる予定でございますので、まあもし興味ある方、チャンネル登録なんかしていただいて次のビデオも見ていただければなと思います。ということでですね、今日まず第1弾目はですね、今僕が働いている会社の制服事情をお話ししたいと思います。で、このビデオが初めてという方のために、一応さらっと自己紹介しますが、私は北米カナダの航空会社で男性クルーとして働いています。はい。なので今日はまあ僕が働いているそのカナダの航空会社の制服事情をね、お話ししたいと思います。で、今私の会社ではどういったものが支給されるのかっていうのをお話ししたいと思います。はい。まず女性クルーなんですけど、女性クルーはですね、スタイルが3つあります。1つ目はスカートにジャケット。っていうね、定番の CA スタイルですね。で、2つ目はパンツスタイルですね。まあ、ジャケット、スカーフ同じなんですが、下がですね、スカートではなくって、パンツも選べます。で、3つ目がワンピーススタイルですね。まあ、ドレススタイルといって、まあ、もう本当にワンピース。ワンピースもデザインが今のところは2種類ですかね、あります。はい。これが女性クルーの制服になります。で、まあ、男性クルーは基本的に、まあ、よく見るスーツスタイルですね。まあ、シャツを着て、ネクタイを締めて、ベストが中にありますので、ベストを着て、で、ジャケットを羽織って、ズボン、ベルト、で、革靴みたいな形になります。はい。これが、まあ、基本的な男女の制服になります。で、今言ったようにですね、制服、まあ、女性だったら3スタイル、男性は1スタイルなんですが、その中でも結構自分でですね、選んでいくことができます。まあ、カスタマイズみたいな感じでね、いろいろこう組み合わせが可能です。選べる制服の種類がいろいろありますので、ちょっとそれもご紹介しますね。女性クルーの場合、まずスカーフですね。で、中のワイシャツがですね、七分だけ長袖、半袖、多分3種類あったと思います。そのシャツの素材とかも選べたと思います。コットン 100% とか、もしくはポリエステルとか、結構肌が敏感な人とかもいるので、そういうちょっとマテリアルも選べるような感じになってます。で、まあ、シャツがですね、その3種類ありますね。で、ベストですね。こういう、まあ、チョッキっていうのかな？まあ、ベストですよね。はい、ベストがあって、で、次はね、スカート、もしくはパンツスタイル。なので、スカートとパンツ両方あります。で、ワンピースも2種類のデザインがあります。これも自分が好きな方を着ればいいです。まあね、カナダの航空会社っていうのもあるんですが、フライトでね、いろんなとこ行きますんで、結構寒いとこにももちろん行くので、ウィンタージャケットですね。冬物のごっついジャケットみたいなのもあります。ウィンターコートっていうんですかね。冬物のコートみたいなのも支給されています。で、あとはですね、機内でちょっと寒いなっていう時に着れるようなカーディガンもありますし、あとまた寒いとこに、ね、行った時用の手袋、革の手袋の支給があります。で、まあ女性クルーだとパンツスタイルの時にはベルトがいるので、ベルトの支給もあります。という感じでですね、まあ、結構な品数ですよね。で、これがまあ女性クルーの制服ピースになります。はい。で、次男性クルーなんですけど、男性クルーはですね、ちょっと品数は女性クルーより少なくなりますが、まあ、まずネクタイがありまして、ネクタイ、そして、ズボンですね、パンツ。シャツがですね、男性クルーは半袖と長袖の2種類があります。これもね、素材が選べます。はい。で、あとズボン履くのでベルト。そしてまあカーディガンですね、機内で寒い時に着るカーディガン、これはね女性クルーじゃなくて男性クルーの制服にしかないんですが、カーディガンとプラスセーターもあります。で、あとまあ手袋ですね。で、寒いところに行った時用の冬物コートもあります。あとはですね、中に着るベストですね、チョッキみたいなベストが、ありますぐらいかな。はい。男性クルーの場合は、そんな感じになりますね。で、まあ、会社から支給されないものとしてはですね、まあ、靴、ハイヒール。あとね、で、女性クルーの場合だと、空港はハイヒールでこう歩くんですけど、一回機内に入って働き出すと、まあ、特に上空に行ってね、働き出すと、ハイヒールだと本当に足疲れるし、こうね、不安定な機内でなかなかね、働きにくいっていうのもあるので、ギャレーシューズって言って、まあ、仕事用の結構フラットな、靴を持ってきてるクルーもいます。そういうね、靴系はですね、全部自分で用意することになっています。で、まあ、北米の会社、うち以外にもあると思うんですけど、面白いなと思うのがですね、まあ今、男女別にですね、制服紹介してきたんですけれども、男性やから男性の制服、女性やったら女性の制服着ないといけないっていうことではないんですよ。うちの会社の場合。まあいろんなね、今、
セクシャリティとかがありますよね。なのでもう自分の心地よいもの、自分が着たい方を着ていいことになっています。ただ男女の制服をミックスして着ることは許されてないんですね。なので、まあ、女性制服を着たいんであれば女性の制服一式を着る、男性の制服を着たいんであれば男性の制服を着る。なので、まあ、男女をこうミックスですね、スカート履いて上はネクタイみたいなことはできないわけです。男性制服、女性制服は分かれてるんですが、それは自分の性別とかではなくって自分が着て自分らしく入れる方を選べることになっています。これ結構日本のエアラインだとびっくりすることもあるかと思うんですが、まあね、北米はねそういうセクシャリティとかに結構配慮がしっかりとされているので、こういう、まあ、ことがあります。ちょっとね、あの日本の方にびっくりするかなと思ったのでお伝えしました。でご存知の方も多いと思うんですが、10月はピンクリボン、乳がんのですね、まあ、啓発月間ということがありまして、10月はですね限定の制服みたいなのがあります。それはね、あの男性はピンクのネクタイ、女性はピンクのスカーフが着用できます。まあ、そのスカーフネクタイは自分で各自購入するんですが、その購入代金が全部その乳がんの啓発団体とかに寄付される形になっています。で、あとちょっと日系の会社は珍しいと思うんですが、北米の会社はですね、入社時に一式制服が支給されます。でその後自分が買い足していきたいとか、あのサイズが変わったとか、そういうことがありますよね。やっぱりそうなった時に自分のポケットマネーから制服を買うこともできますし、1年に1回ですねアローワンスって言って制服を買うための、まあ、費用が会社からポイントなんですが支給されます。でそのポイントで制服を買うこともできます。基本こう大量になんか全部一式交換するとかじゃない限り、毎年その会社からもらえるアローワンスのポイントで制服、まあね、こう、綺麗な状態で保つことができるんですけれども、どうしてもね、大量に制服買わないといけないときは、ちょっとポケットマネーから買うこともできます。で、もう全部ね、制服のオンラインサイトみたいなのがあって、そのオンラインサイトで、もう Amazon ショッピングと一緒でポチポチポチ、あ、これにしようね、サイズも全部選べるようになってるんですよ。自分の会社の ID とパスワード打ち込めばですね、そのまあサイトで、本当に制服ショッピングが簡単にできます。でも家にそのまま箱で送られてくるっていう形になります。これ結構日系のエアラインだとびっくりするかと思うんですが、はい、制服もですね普通に服を買うように買うことができます。で、まあ、あと季節的なもので言うと、まあ、何月から何月この冬の間はですね、女性クルーは黒いストッキングで、春から夏にかけてあったかい時は、まあ、黒もしくは肌色のストッキングも、OK になるとか、そういうのもいろいろあります。そういった風にね、結構細かく制服の規定はあります。自分でカスタマイズが結構できるので、まあ、毎日ね、まあ、いろいろ選べるのも楽しいかなというふうには思います。まあ、ということで今日はここまでにしたいと思います。で次回はですね、僕が個人的に選んだおしゃれとかかっこいい、自分も着てみたいと思うエアラインの制服をちょっとリストアップしてトップ5とかにして皆さんとシェアしたいなと思いますので、そちらも続けてご覧いただけたら嬉しいです。ということでですね、今日もご覧いただいてありがとうございます。もしこの動画面白かった、良かったという方いらっしゃいましたら、いいねもしくはチャンネル登録お願いします。それではまたお会いしましょう。またね。